こんにちは、ハイズラボです。前々回の動画で CPU を V140 から P360 に交換、メモリを 2GB から 4GB へ増設、そして前回の動画ではハードディスクを SSD に交換しました。 SSD の中身は空っぽなのでパソコンを起動しても何も起こりません。この SSD の中に新規で Windows 10を入れなければなりません。 Windows 10を新規で買うと14,000円くらいするし、どうしようと悩んでいる方、安心してください。無料で Windows 10をインストールすることが可能です。そこで今回は Windows のプロダクトキーがある場合の Windows 10クリーンインストールをしたいと思います。インストールする際にプロダクトキーの入力が必要になるので、スマホで写真を撮るかメモしておきましょう。最初に Windows 10をインストールするためのインストールメディアを作成します。ブラウザを開き、検索窓に Windows 10アップグレードと入力し検索します。検索結果に公式ページが表示されるのでクリックします。ページ内のツールを今すぐダウンロードをクリックし、ダウンロードを開始します。ダウンロード完了後、ファイルを開きます。Windows 10セットアップが起動するので、同意するをクリックします。別の PC のインストールメディアを作成するにチェックをし、次へ進みます。言語、アーキテクチャ、エディションの選択画面が表示されます。内容確認後、次へ進みます。使用するメディアの選択画面が表示されます。DVD か USB のどちらかを選択できます。今回は簡単な USB フラッシュドライブを選択します。8GB 以上の USB フラッシュドライブを挿した後、次へ進みます。USB フラッシュドライブの選択画面が表示されるので、対象の USB フラッシュドライブを選択し、次へ進みます。Windows 10のインストールメディアが作成されるので、しばらく待ちます。作成完了したら、USB フラッシュドライブを抜き、電源が切れている状態の HP-G62 に挿します。パソコンの電源を入れ、HP のメーカーロゴが表示されたら、エスケープキーを押してスタートアップを起動します。スタートアップが起動したら、F10 キーを押して BIOS セットアップを起動します。ブートマネージャーを開き、起動するデバイスを USB にします。すると USB の Windows 10のセットアップが起動します。言語等を確認し、次へ進みます。今すぐインストールをクリックします。Windows のライセンス認証を聞かれるので、最初に確認したプロダクトキーを入力し、次へ進みます。ライセンス条項が表示されるので、同意しますにチェックを入れ、次へ進みます。インストールの選択画面が表示されるので、カスタムの方を選択します。インストール場所の選択画面が表示されるので、対象のパーティションを選択し、次へ進みます。
この時、必要に応じてドライブのフォーマットや新規パーティション作成などをしたりしてください。Windows 10のインストールが開始されます。インストール完了後、初期セットアップ画面が表示されます。住まいの地域を選択し、はいをクリックします。キーボードレイアウトははいをクリック。キーボードレイアウト追加はスキップをクリックします。ネットワーク接続の画面になります。この時、ネットワークに接続すると、マイクロソフトアカウントのログインまたは新規作成が必須となってしまうので、画面左下にあるインターネットに接続していませんをクリックします。ローカルアカウント設定に進みますので、PC 名を入力し、次へをクリックします。パスワードは必要に応じて入力してください。不要な場合は空白のまま次へをクリックします。以降は表示内容を確認し次へ進んでいきます。設定完了後、準備中となるので、しばらく待ちます。Windows 10が無事起動。設定から改めて構成を確認。最後に SSD の速度を計測してみましょう。転送速度の規格が SATA 2なので300以下となってしまいますが、それでもハードディスクと比べれば爆速レベルで速くなっています。空っぽの SSD やハードディスクをセットしたパソコンでも、Windows のプロダクトキーがあれば無料で Windows 10のクリーンインストールができます。エディションはもともとインストールされていた Windows のエディションを引き継ぎます。そのためホームからプロへ無料アップグレードすることはできませんので注意してください。また Windows 8以降のパソコンはプロダクトキーのシールがない場合があります。その場合、BIOS にプロダクトキーが記録されていますので、それを使えば無料で Windows 10のクリーンインストールが可能です。最後に Windows のアップデートは忘れずに。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。